皆さんどうも、今回は J1 で15節アルブレックス新潟対ガンバ大阪について話していきます。今回の内容はガンバ大阪が用意してきたゲームプランについて。 で、なぜアルビレックス新潟がうまくいかなかったのかってことについてを話していきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。まず話していきたいのは、ガンバ大阪がこの試合に対して準備してきたゲームプランについてです。結論から言うと、ミドルプレスを仕掛けながら、中盤で引っ掛けて、 ショートカウンター。あとは、ジェバリ選手に対して長いボールを使いながら一気にカウンターに出ていく形。この2点を考えていました。で、この試合のガンバ大阪のミドルプレス。 もっと言うと、ファーストプレスラインがかなり強固で、うまくセンターバックの千葉選手とマイケル選手を放置しながら、入ってくるパスを迎撃して、そのままショートカウンターに出ていくことができるようになっていました。対するアルビレックス新潟なんですけど、アルビレックス新潟は千葉選手、マイケル選手、島田選手、まあ、もしくは高選手を残しながら、 まあ、ここの3枚ののをを作っていくことを行ってていここと行きます。この時に、ガンバ大阪は、ジェバリ選手が千葉選手とマイケル選手に直いを出す形を取りつつ、まあ、ここに残る島田選手、もしくはコウ選手に対して、石毛選手が出ていく形を取っていました。まあ、ここの縦関係とで、入ってくるパスに対して、しっかりと迎撃できる形を作っていきます。この時に、まあ、特にアラーノ選手なんですけど、堀米選手をかなり意識する形が多くなっていました。で、バルブレーキー X 新潟なんですけど高木選手はかなり入ってくることが多くなっていてめちゃめちゃ中央に人が集まっている状況、まあ、渋滞している状況が多くあって、まあ、1人で2人を管理されてしまうような形 あと、背後を取る人がいないんで、かなりガンバ大阪からすると、迎撃がしやすかったんじゃないかなと思います。だからこそ、動きを加えることができずに、相手を動かせず、そこに縦パスを打ち込んでしまうんで、ここでガツンと当たられてしまうと、やっぱりボールを奪い切れるのはガンバ大阪で、失い方が悪いんで、そこから、 新潟は非カウンターを受けてしまう形が多くなっています。じゃあ、どのようにしてそれをうまくガンバ大阪が作り出していたかっていうと、冒頭にも話したんですけど、千葉選手とマイケル選手、ここの二人をうまく放置しながら、アラーノ選手が堀米選手。で、田選手は割と内側に絞ることが多くて、で、なおかつ、ガンバ大阪は千葉選手を結構フリーにするというか、ここで放置することが多くて、 で、千葉選手側に誘導することが多かった印象です。で、ここから島田選手に対しては石毛選手。で、倉田選手もかなり内側に絞ってくるんで、本当にこっち側のサイドにガンバ大阪は閉じ込めることができていたんじゃないかなと思いました。で、ここから千葉選手がフリーで持てるんですけど、 いかんせん、アルブレックス新潟が背後を使うっていうことを行わずに、結構手前に降りてくるばっかりで、で、この手前に降りてくる分にはあまりついていかずに、まあ動かないことをガンバ大阪は選択していきます。で、これでびれを切らすのがアルブレックス新潟で、 かなりギャンブルチックな縦パスを入れることが多くなっていた印象を受けました。ガンバ大阪が動かない分、どうしても打開しようとして縦パスを入れようとするんですけど、アルブレイクス新潟も動きを加えれてないというか、相手を動かすための動きを加えれてないので、例えば高木選手に入ってしまうと、ここで潰されてしまう。で、谷口選手に対しても入れてしまうと潰されてしまうという形が多くなっていました。まあこれって、ここのライン間をかなり 狭くしていたガンバ大阪とこういう背後への動きをあまり加えれなかったアルベレックス新潟。まあ、これがうまくマッチしてしまってアルベレックス新潟は前に進むことができなかったですしガンバ大阪からするとかなりファーストプレスラインでしっかりと制限をかけて迎撃することっていうのができていたんじゃないかなと思いました。まあ、これによってガンバ大阪はうまく 全体を上げながら、で、相手にボールを持たせながら、攻撃に移ることができていましたし、逆にアルブレックス新潟は、中央に人が集まりすぎて、フリックだったり、即興性がある攻撃でしか、前に進むことができずに、フィニッシュワークまで持ち込むことが難しくなっていたんじゃないかなと思います。で、これを受けて、アルブレックス新潟は、ネスカウ選手、コミ選手、渡辺選手を投入します。 これで高木選手がトップ下1枚になるんで、かなりスペースを得ることができるようになっています。まあ、僕の意見なんですけど、高木選手と伊藤選手がどうしても2人でいてしまうと、同じ場所を共有してしまうことで、高木選手がウィングにいると、その本来のウィングの運用と、 で、本来のトップ下の運用とちょっとずつずれてしまうんで、どうしても伊藤選手との共存は難しいのかなと思いながら、この試合は見させていただきました。まあ、二人の共存っていうのは難しいなと、僕の率直な意見なんですけど、まあ、これなんで難しいかっていうと、後半の戦い方を見てもらうと分かりやすいと思うんですけど、やっぱり背後を取るためにウィングの選手が、小見選手と水戸選手が、後半からはプレイしているように僕は見えて、 でここのプレーしていく上で小見選手と水戸選手が、まあ、主にここのセンターバックとサイドバックの間に立つことが多くなってこの2人に影響を与えることが多くなっていきます。 で、こうすると何が起こるかっていうと、まあ、ウィングが背後を取ってくれるんで、ガンバ大阪のラインを押し下げること、まあ、もしくは止めることができるんで、この止めた先でのこのライン間の動きっていうのがかなり重要になってきて、で、伊藤選手だったり高木選手って、でもここのライン間で移動しながらボールを引き取ることが上手なんですけど、ここのライン間を広げるため、出口を作るために、島田選手も高選手もうまく山本選手、石毛選手を引っ 引っ張り出で、これができない時に初めて堀米選手だったり藤原選手がボールを持ってここから斜めに角度をつけて入れていくってことができるようになってくるんですけど前半はそれが全くできなくてなんでかっていうとここのウィングの運用が、えっと、ストライカー的な位置に入っていってあと作りのところに入っていくんで背後を取る人がいなくなったディフェンスラインを止める押し下げる人がいなくなってしまっていたんで後半は逆に ここのウィングがかなりディフェンスラインと駆け引きをして止めることができていたんでうまくいったんだと思います。で、ここからもう一個あるんですけど、ここの マイケル選手が割とボールを持てるようになってました。これってなんでかっていうと、島田選手とコ選手がうまく山本選手と石毛選手の手前、管理内に入っていくことで、水戸選手がこっち側に入ってくるんで、藤原選手が幅を作った時に倉田選手を押し下げることができていて、だから、マイケル選手からの、こういう、コミ選手へのサイドチェンジだったり、コミ選手が引っ張った先で、堀米選手はこういうふうに、 上がってくると、ここで次は堀米選手がサイドチェンジのボールを受けるって形も多くなっていて、まあ、この形をうまく作り出していく中で、しっかりと早い時間にコーナーキックから一点返すことができたんですけど、ガンバ大阪はそこからあまり慌てることなく、ちゃんと背後を使いながら、で、ジェバリ選手をめがけて、しっかりとここで起点を作りながら、で、後ろからしっかりサポートを行って攻撃することっていうのができていて、 で、それで、アルブレックス新潟からすると自爆した形になるんですけど、まあ、あそこまでの状況を作ったガンバ大阪が、しっかり追加点を入れて、とどめを刺していました。しっかり、ブロックを作った中で、ガンバ大阪は試合に入っていましたし、このブロックの作り方と引き出されない忍耐力というか、我慢の仕方っていうのは、 本当に良かったと思いますし、福岡選手、佐藤選手、黒川選手、ハンダ選手、ここの4枚の守備っていうのは本当に効いていたんじゃないかなと思います。アルブレックス、新潟の苦手なことをしっかりと用意してきたガンバ大阪で、それがうまくハマった試合だったと思いますし、このように守れて、で、ジェバリ選手の質をうまく使いながら、で、なおかつサイドで三角形を作って、そこから誰かが背後を取っていくって戦い方、 を見出せて、そして勝てたっていうのは本当に良かったんじゃないかなと思いました。まあ、とてもとても心配なのはアルブレックス新潟で。で、やっと長いトンネルを抜けたなっていうのはガンバ大阪だなと僕は感じました。本当に対照的な試合になりましたし、ガンバ大阪の守備だったり、なんでアルブレックスがうまくいかなかったのかっていう点について意識しながら見ると違った見方ができるかもしれません。はい。 本日も長々と喋らせていただけましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ